い、皆さんこんにちは、ホロホロです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はこちらの猫ちゃんクリップ、こちらを作っていこうと思います。サイズはこちらの洗濯バサミの普通サイズと、こちらのベランダ用ピンチ、こちらを利用して特大の猫クリップを作っていきたいと思います。両方並行して作り方を説明していきます。使う生地ですけど、こちら普通サイズの猫ちゃんクリップ、こちらはセリアさんのカットクロスを使います。特大の猫ちゃんクリップ、こちらはダイソーさんのこうファーになった生地、こちらを使います。作り方レシピの方が型紙と一緒にクラフト東海さんで50円で購入しました。インターネットなどでも猫クリップ型紙で検索していただくと型紙がたくさん載っているかと思います。今日はこちらクラフト東海さんで50円で買ってきたレシピを使います。で、型紙の方を厚紙にコピーしてます。で、小さい方は A4 サイズからはがきサイズに縮小コピーしました。まず型紙をハサミでカットします。はい、それぞれ型紙を切り抜きました。はい、次にそれぞれ生地を中表に半分に折って、で、型を取っていきます。半分型を取って、このように半分に倒して全体の型を取ります。はい、こんな感じで型が取れました。まず特大の方はミシンで縫っていきます。このように中表に生地を重ねたまま、今型取ったこのラインの上をミシンで縫っていきます。で、返し口はここからここまで開けておいてください。ファー生地は切った端がたくさん毛綿が出ますので、少しこのように布端を手でしごいておくとファーが散らばるのがマシです。はい、このように生地がずれないように待ち針で留めました。ここからここまでは返し口で開けておきます。で、ここからずっとミシンで型紙のラインの通りに縫っていきます。これでぐるっと猫の形に縫えました。はい、こちらミニの方は手縫いで縫っていきたいと思います。こちらから縫い始めて、で、ここで縫い止まります。ぐるっと縫っていきます。ここは開けておきます。
このようにラインの上を並縫いしていきます。こんな感じでミニの方も手縫いで縫えました。はい、では次に今縫った7ミリぐらい外をずっとカットしていきます。手のところはここで切り込みを入れるぐらいにカットします。ミニの方も同じ5ミリぐらい外をずっとカットしていきます。手と顔の間は切り込みを入れるぐらいでカットします。それぞれカットしていきます。こちら手と顔の間はこんな感じで切り込みを入れておきます。こちらも手と頭の間は切り込みだけを入れておきます。はい、特大の方とミニの方とそれぞれカットできました。次に尻尾の方です。尻尾は型紙通りに1枚ずつカットします。で、このように半分に折って、で、ここは返し口を開けておいてこう縫います。ここ、ここ尻尾を縫っていきます。尻尾も縫えました。それぞれ両方とも表返します。細かいところは細い筆の後ろなんかを使って押し出してください。尻尾の方は筆の後ろなんかを使って裏から先を押し込んでこのように裏返してください。ミニの方は、竹串なんかを使ってこちらから押し込みます。こんな感じで竹串の後ろを使って裏返しました。そして次に綿を詰めていきます。ダイソーさんの手芸用の綿を使います。まず尻尾の方から詰めていきます。で、この時にラッピング用の針金モールを一緒に入れておくと尻尾に動きをつけることができます。ミニの方はモールだけを詰めます。これで尻尾の準備ができました。で、次に本体の方に綿とで、それぞれ洗濯バサミを入れていきます。
まず頭の部分に綿を詰めます。細かいところは竹串なんかを使って押し込んでください。で、手の先にも少し綿を入れます。少し綿を丸めて入れると入れやすいです。これで手の先と頭と綿が入りました。で、次に洗濯バサミを入れていきます。こんな風に入れて中で開いてこの手の部分に差し込みます。ここから洗濯バサミをこのように入れてここで開きます。で、手の部分に差し込みます。これで手のところにこんな感じで洗濯バサミが刺さりました。で、ここ今持っているところは後ろ足のところに入れ込みます。少し閉じながら入れ込んで開きます。こんな感じで洗濯バサミを布の中に入れます。で、あとは背中の方と両足に綿を詰めていきます。こんな感じです。台の方の猫ちゃんの方にも綿を詰めていきます。頭と手の先に綿を詰めました。よいしょ。こちらの特大の洗濯バサミを入れます。で、こちらも同じようによいしょ広げて両手に差し込みます。で、こちらは後ろ足の方に通します。閉じながらよいしょ入れます。で、同じように背中と両足後ろ足に綿を入れていきます。こちらからこのように背中とで後ろ足に少し綿を少しずつ入れていきます。はい、こんな感じで両方綿が詰まって洗濯バサミも中に入りました。で、あとはそれぞれ尻尾をこちらに挟み込んで、で、このここを手縫いで閉じていきます。こちらも同じ尻尾をここに挟み込んで、で、ここを手縫いで閉じていきます。返し口を閉じていきます。で、真ん中あたりで尻尾を挟み込みます。これでミニの方が出来上がりです。
台の方も返し口の方を閉じながら尻尾を縫い付けていきます。ファーの中に縫い糸が隠れるので適当にジグザグ縫いで大丈夫です。で中央あたりまで来たら尻尾を挟み込みます。はい、これで仕上がりです。首にリボンを巻いて仕上げです。でこちらは黒で作ってみました。黒の方は少し耳を長くしてみて、で耳の中に厚紙をこんな風に切って、でここに厚紙と綿を詰め込んでみました。するとこんな風にしっかりした可愛いお耳ができました。仕上げに首にリボンを巻きます。黒い猫ちゃん、魔女の宅急便に出てくるジジちゃんみたいに仕上がりました。こんな感じで出来上がりです。で大きい方はカーテンを挟んだり、小さい方、こちらは我が家はこんな感じでお菓子やパンの袋の入り口を閉じるのにこんな感じに使ってます。はい、こんな感じです。今日も最後までご視聴ありがとうございます。このように簡単な作品ばかりを載せています。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンの方よろしくお願いします。はい、ではまた。